吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。まさかのあの主役を動画でやっていなかったので検査したいと思います。いつも使っています。僕が買った主役はこちら、セラから発売されております NO2 テスト、 NO3 テスト。まずは使用度スペックを語らせてください。 NO2 テストは対象淡水海水の容内容量 15m×2本 20m 試験管で価格は2480円でした。特徴としては淡水海水中のアショウ酸塩 NO2 濃度の測定が約75回測定が可能です。アショウ酸塩は水槽は庭池で魚の排泄物が分解される過程で生じる中間生成物です。アショウ酸塩濃度が高いと飼育している魚の命に関わります。 NO3 テストは対象淡水海水容内容量 15m×3本 20m 試験管で価格は2580円でした。特徴としては淡水海水中の硝酸塩 NO3 濃度の測定が約60回測定が可能です。魚の排出物はアンモニウムに分解され、アンモニウムが生じる硝酸塩は生物ろ過フィルター内のバクテリアによって分解され硝酸塩になります。 50mg/L 以上になると苔が水槽内に発生し、水質のバランスが保てなくなります。硝酸塩は苔の発生原因だけでなく、バクテリアに寄与する病気の被害になります。とのこと。それは箱の外観から見ていきたいと思います。セラー硝酸塩テスト、 NO2 テスト、淡水海水中の硝酸塩 NO2 濃度の測定に、あとはいろんな言語で書いてます。セラ硝酸塩テスト、 NO3 テスト、淡水海水中の硝酸塩 NO3 濃度の測定に、両方ともセラから出ております。それでは開けていきたいと思います。医療 NO2 テスト、 NO3 テスト、オープン。おー、いつも見てるね、セラジャパンだけ分かりやすい日本語の説明書が入ってます。NO2 の蓋は緑色なので緑色の紙になってます。やり方としてはガラス缶に 5ml 水を入れます。1番の試薬を5滴入れます。軽く振ります。その後2番のやつを5滴入れます。軽く振ります。5分間待ちます。カラーチャートの上に乗せて濃度を測ります。謎のキャラクターが載っています。日本語の文字でも載っています。こちらが NO2 のカラーチャートです。黄色が一番望ましい、まあ少なくともこの色ですね。ここまでならば大丈夫。こっからはね、水質に敏感なやつは結構危ないです。だんだんこのように濃くなってます。黄色が0、オレンジが 0.5、 濃いオレンジが1、もっと濃いオレンジが2、赤色が 5.0 です。緑色の蓋です。1番と2番という数字は書いてます。あとはいつものガラス缶です。これだけ。 NO3 は赤紫です。硝酸 10ml ガラス缶に入れます。6滴入れて軽く振ります。2番も6滴入れて軽く振ります。で3番すり切り1杯入れます。山盛りではなくすり切り1杯です。15秒間振り続けます。激しく振ります。この時ちゃんと粉が溶けてることを確認します。その後一旦蓋を外して4番を6滴入れる。でまた蓋閉めて軽く振って蓋を取って5分待ちます。5分後にカラーチャートで色を見ます。黄色が0、オレンジが10、濃いオレンジが25、赤紫が50、毒色が100です。試薬が3つあります。赤紫の蓋、ガラス缶も1つある、赤いスプーンです。これをここの中に入れて取ります。これ粉が入ってます。今回は2つの水槽の検査します。まずこのテトラの水槽、パワーハウスベーシックソフトタイプ L だけで立ち上げてます。リセットした直後なので安定はしていないです。あとはグッピー水槽です。これ水替えした3時間後に緑ゴケ入るんですよ。それでは検証していきたいと思います。まずは NO2、 左グッピー、右テトラ、ガラス缶に 5ml 添加して1番を5滴入れます。軽く振ります。2番を5滴入れます。軽く振ります。5分待ちます。5分後です。グッピーは黄色いので 0mg/L です。テトラも黄色いので 0mg/L です。両方とも黄色です。 NO3 はまずガラス缶に 10ml 水を入れます。1番を6滴入れます。軽く振ります。2番を6滴入れます。軽く振ります。3番をすり切り1杯入れます。蓋を閉めて15秒間振ります。粉が全部溶けたのを確認して蓋を取ります。4番を6滴入れます。公式は蓋を閉めてやってるんですけど、
もうこれ軽くでいいです。この状態で5分待ちます。5分後です。グッピーはオレンジ色なので 10mg/L です。テトラは黄色なので 0mg/L です。フルチテトラ。アンモニアと亜硝酸がゼロでもなぜか硝酸が検出される、そういうこと結構多いです。水道水でガンガンもうガシガシ洗ってるんですけど、普通にバクテリア死んでないんですよね。よく飼育水で洗わないとダメだとか言ってる人いますけど、水道水でも死なないんで、塩素が低いから。テトラは今回検出されなかったんですけど、できればこういう感じでアンモニア亜硝酸硝酸がゼロ、これを長期的に保つ、そしてリン酸も少ない状態を長期的に保つことができると魚の状態が上がってくると思います。強検種の場合はこんなに気にする必要はないんですけど、水質に敏感なやつとか新カラの色を上げたいって時にはやはりアンモニア亜硝酸硝酸はほぼゼロに近いような数値の方がいいと思います。経験上他のメーカーのものもあるんですけど、セダの方が分かりやすいです。ガラス管ですし、プラスチックのやつだとすぐダメなんだけど、これガラスだから耐久性高いです。で、水替えサボるとこの硝酸がどんどん蓄積していくんで、まあこの色合いを見ながら水替えの頻度を考えてみるのもいいと思います。じゃあなんであの水槽苔入るのかっていうと、餌めちゃくちゃやってリン酸溶け込んでるから、あれによってね pH が硬化するんですよ。まあそれで今度硬化させないようにカギ殻入れたりしたら全体の TDS は上がってね、それがちょっとグッピーの体表に点々点みたいな感じになって、まあ、爆安石とかでもそうなんですけど、それをどうするのかっていうのはまあ飼育者によるんですけど、水質のバランスを知る手段として使える試薬だと思います。ご視聴ありがとうございました。バイ。